今回はショービットのハウトゥーです。ショービットというのは板を180度横に回転させるトリックです。最初にスタンスを見ていきます。前足はややかかとを出して斜め気味に置いてください。つま先の前に少し余裕を持つといいと思います。後ろ足はつま先を出してテールの曲がっている部分に親指の付け根を引っ掛けるようなスタンスです。最初はデッキの回転を知ることが大切です。後ろ足の親指の付け根でデッキを引っ掻くように蹴って板を回してみてください。目でデッキの回転を追いながらどれぐらいの力を加えればデッキが180度回るのかというのを試してみてください。最初の方は180度回すのは難しいと思います。例えば後ろ足のつま先をしっかりと出していないと板がこんな風に変な方向に飛んでいってしまいます。また足の蹴る力が弱いと180度回らないで90度で止まってしまうことになります。また後ろ足のしゃくる力が強すぎるとこのようにスケボーが裏面になるということが起こります。ですからちょうどいい力でデッキを引っかいて180度回して乗ることが大切です。特に後ろから見ていただくと分かると思うんですけれども、ショービットは上半身の肩の動きも大切になってきます。少し肩を振ってから全身で回すようにするとそれほど力を入れなくても180度回るようになります。また分からないことがあれば何でもコメントください。お待ちしてます。